あなたの代わりに一緒神来ましたよ。来ました。もう3回目やわ。もう我々のコーナーといっても過言ではない。ないです。もういいんじゃないですか、ね、だってついに海を越えましたよ、うん、海越えました。一緒神関西マダム代表の沢松さんと野々村さんがやってきたのは、大阪から飛行機でおよそ1時間土佐の国高知県。高知県あんまり来たことないの。それも仕事で来たからあんまりこううろちょろもしてないし、何があんのか分かれへんの。高知といえばですよ、うん、誰？龍馬。そう龍馬。なんと大河ドラマでね坂本龍馬役をされたからどなたでしたっけ。消しとる福山雅治さん。ちょっとそのコーチよ。私そのコーチなのか。買うとこある、うん、山内和豊といえばあの内助の功の沢松さんの溢れる龍馬伝への思いは続きますわ。坂本龍馬が生まれ育った地として有名な高知県には、カツオのたたきをはじめとするご当地グルメはもちろん、自然を堪能するアクティビティなど観光スポットが目白押し。そして今 SNS を中心に国内にいながら海外旅行気分が味わえると話題なんです。ほんまかなっていうことで来てみたのよね。どこに、うん、高知城。高知城しろって言うからキャッスルやん。おばちゃん、おばちゃんそれ英語で言ってるだけ。プールもあるよ。プールほらプールちゃん、プールちゃん、あれお堀ですわ。お堀ということで、今回のいっちょ神はワールドトラベル in 高知、さながら東南アジアのマーケット。毎週開催される日曜市とは。わあすごい、こんなんして売ってんの初めて見た。ここはヨーロッパエーゲ海、大人のリゾートを満喫。うわあちょっと、いやまずは東南アジアのマーケットにご案内。やってきたのは高知城の目の前。いやちょっとすごいよ。何これ、何これ。こんなんやってんの。ずっとよこれ。もう見えないやんこれ。こちらは毎週日曜日に開催されている300年以上の歴史を持つ土佐の日曜市。最大の特徴はなんといってもその長さ。端から端までの距離はなんと 1km。 およそ300の店舗が並ぶ日本一長い街路市なんです。え、安い。安い。安ない。ちょっとブロッコリー100円。え、安い。猫松菜100円。ちょっと買って帰ろうや。あれ、うわすごい。こんなんして売ってんの初めて見た。もうさ、もう南国の香りが。すごいすごい。これ、文旦ですね。あれ、あれのやつやね。ボンタン飴。ボンタン飴。皆さんご存知、ボンタン飴に描かれたあの果物こそが自然で上品な甘さが特徴の文旦。実は国内生産量のおよそ 95% を高知県が占める高知を代表する果物なんです。何個入りこれ。これ一袋で売ってはるん。そうそう、1ヶ月ぐらい持ちますって。ほら、1ヶ月ぐらい日持ちするんですか。こんなたくさん入ってたら助かるね、うん、買って帰りたい。これなかなかの重さよ。なかなかようわ、ちょっとこれは2歳児ぐらいあるんちゃうかな。これずっとここで長いことやられてるんですか。そう、もう50年前です。私ね、今90やって。90? めちゃくちゃ元気よ。本当90歳の清涼じゃないよ、ね、お母さんも似合ってはる分担色のジャンガーちょうど分担みたいなの着てはって、はい、素敵。日曜市に並ぶのは生鮮品だけじゃありません。こちらのパイとタルトの専門店では自社栽培のトマトを使ったトマトチーズパイが人気。イタリアンのなんかね、すごいお口の中が幸せ。あ、めちゃくちゃ甘い。トマトってすごい酸味が強いイメージがあるんやけど、うん、
もう酸味より甘み。これ原宿でやったらめっちゃ儲かんで、これライセンス取る関西にはなんかない感じ。ほんであと関西はやっぱここにヒョウやけど、見てここにクマやで。これが高知ですよね。確かにこれはちょっと関西ではなかなかないかもしれない。ない、うん、いや気持ちいい ね、 いいね風が。あ、まあ、ここ揚げ物やで。あ、じゃあ今ママさんやらこんにちは。こんにちは。僕もここちょっと電車ついてちょうど。マジですか。数少ない私のファンが。なんと沢松さんの大ファン広瀬さんがおすすめしてくれたのは、高知県民のソウルフードとも言われるこちら、芋天。芋天、はい、さつまいもをね、揚げてるんですけど、うちの秘伝の衣でやってます。ちょっと甘じょっぱいから、食べたい食べたい。この芋天は1日で4000袋も売り上げるほど人気で、去年にはなんと東京にも進出。衣がしょっぱい役をしてて、中の芋が甘い。サクサクもちもちしてて、お芋をピタッとくるんでて、めちゃくちゃ合う。この衣のちょっと知りたい、ね、配合自体はうちの社長しか知らない。僕ら社員はもう知らなくて、ちょっとなんか心当たりないんですか。でもそれはね、もうちょいなんとなくこんなもんが入ってるかなっていうぐらいしか分からない。なんとなく何が入ってるんですか。お塩とお砂糖とみたいな、それぐらいしか。それぐらいしか、はい、日曜市、ええー、わー。ちょっと今気づいてんけども、うん、全然一丁加味してないね。あれ、こコーラ何やったっけ。コーラ何やったっけ。あなたの代わりに一丁加味やったね。噛めるか。これは噛むとこないわ。ちょっと美味しいし、雰囲気もいいし、ちょっとほんまに海外リゾートっていうか、間違いなく南国感は、うん、漂いまくってる、ね、うん、ね、まあ、見てみ見てみ、ほらほら、パームツリーパームツリー。もう英語ええっちゅうねん。英語ええわ。そうやから。ワールドトラベル in 高知。続いて2人がやってきたのは、高知市内から車で20分ほど、その名も南国市。名前でなんとかしようと思ってない、それ。おスタッフがね、持ってきたね。もう南国市行ってさ、スイカ見せたら私らがリゾートやって言うと思ってんねんけど、甘いわね。ちょっとこれはチョケすぎよ。ほんまやで。しかも下お手洗いやからね。スイカのチョケてるわ。大きなスイカのオブジェが出迎えてくれるこちらは、開園50周年を迎える西島園芸団地。甲子園球場の3倍ほどある敷地に10棟以上の栽培ハウスを構え、年中およそ200種類の花が美しく咲き、南国気分を後押し。園内で収穫したメロンを贅沢に使ったスイーツなども楽しめる観光農園。こんなんだって南国にしか咲いてないやつ違う。花の名前詳しい？分からん。私も分からへんねんけど。なんや言うやつやんね。なんや言うやつや。そうよ。ねえ、なんかなっとるよこれ。あ、お、いちご狩りあるの？でも安ない？ほら。1680円で食べ放題40分間。はい、こんなんだって関西とかやったら3000円ぐらいするんで。確かに大阪でいちご狩りをしようと思ったら、だいたい2000円から3000円ほどかかるところですが、西島園芸団地ではできるだけ多くの人に楽しんでもらいたいと、高知県内でもかなり安い料金設定。3種類の中からその日実りが良い品種のいちご狩りが楽しめます。これ綺麗。こんなんデパートで売ってるやつやん。甘いねんけど、甘ったらしくない。ちゃんと酸味も少しあって、だけど絶対甘みは勝って。ほんとちょっと酸味のとこからだんだん甘いところまで行き着くから、からめっちゃ美味しい。もうさ、私大きいの見たら全部飛んじゃう。大きいの大きいの大きいの。浜田さんの後ろ行ってるから、もうでっかいやつが全部ないのよこれ。でっかいやつ全部取ってるから。やっぱイチゴ狩りは先来たもん勝ち。安くない。ありがとうございます。 OK です。うん、こんな
こっそり食べてたら盗み食いしてるみたいな、いや、いちご狩りちょっとなんか子供も連れてきてあげたいわ。あ、子供喜ぶわ、ね、絶対喜ぶよね、うん、別にこっち来へんこれでさ、うん、1680円安すぎません？まあでも高いより安い方がいいですよね、お客さんは。そりゃそうやけど、ね、だからまあ損しない程度でギリギリやってます、ありがたいわ。そしてもう一つ、こちらに来たらぜひ食べてほしいのが7種のスパイスを調合したバターチキンカレーに、その日の朝に収穫したイチゴをトッピング。その名もズバリイチゴカレー。ちょっとそれはいくらなんでもちょけすぎたんちゃう？ちょけすぎましたね、うん、いやいや、あのね、海外では割とね、あんまりこうマンゴーだとかパイナップルだとか、はいはい、バナナとか使ったカレーとか、うん、結構メジャーですよ。それは聞いたことありますけど、はい、イチゴって、うん、食べてみましょうごちゃごちゃ言わんと果たしてお味の方は？めっちゃ美味しい。そうほんま？基本的にこれカレー単品としても美味しいけど、絶対イチゴ買った方が美味しい。いや絶対私別で食べた方が美味しいと思うけどな、絶対イチゴ入れた方がいいでしょ。絶対イチゴ入れよう。もう悔しいねん。惜しかったでしょ。なんかそのドヤ顔はすごい悔しいけどね。いやこれで私もこう開発に携わりましたので、ペロッといきますよ、食べ出すと。本当にこれ私正直全然食べれる、ペロッと、うんうん、ちょっと、おいいちごないんですか？おいいちご、ね、本当ですよね。足りへんわ、おいいちごいくらとかで、ちょっと、あ、そうですね、ありがとうございます。それはなかなかいい提案をいただきました、うんうんうん、ありがとうございます。ワールドトラベル in 高知、最後はヨーロッパのリゾート気分を堪能。車で移動することおよそ1時間。どこに行くの？まやどこ連れて行かれんの、うん、私ら。こんなんする番組なの、知らんやろけど一応オリンピック選手やで、ね、それではマスクの方をお取りください。取っていいの？うわー、何ここ。ここは本当に高知県？目の前の絶景にテンション爆上がり。え、どういうこと？高知県で海外リゾート気分を堪能する一ちょかみ関西マダム代表の沢松さんと野々村さん。それではマスクの方をお取りください。取っていいの？いや怖いわ。あ、眩しい。うわー、うわー、何ここ。うわー、ギリシャや。ギリシャ、高知？ギリシャまで来たの？さっきの移動だけで。こちらが今回最後の目的地、ホテルヴィラサントリーニ。モデルとなっているのはギリシャにあるサントリーニ島。白壁の家々や青い丸屋根の教会などを忠実に再現したリゾートホテルなんです。なんでまたサントリーニを、うん、サントリーニ島ってこう上から見ると三日月のような形をしていると思うんですが、高知県も割とこう三日月に近しいような形をしていて、地形がとってもよく似ているんですね。そしてその中心地がフィラという町になるんですが、高知県のちょうど中央部にあたるのもこの土佐市の宇佐町で、こう眺められる景色がとってもよく似ているんです。私新婚旅行で行ったんです。そうなんですか。そうなんです。でも、はい、そんなにお金も時間もかけなくてよかったってことですよね。ここでよかった。コロナ禍でなかなか海外に行けないこともあり、新婚旅行や結婚式など人生の節目に利用する人も多く、さらには日本離れした景観が SNS 映えすると若い観光客にも人気のスポットに。となると流行りに敏感なマダム2人も。いきますよ。はい。あー素敵。ほんと海外みたい。マジで？うん。いいでしょ？いい。カレンダーいけそうやで。ほんまや。そしてこのホテル一番のビューポイントが、なんかすごい。楽しまー。ねえ。うわ、うわー、ちょっと。いやー。ここ
この一番のおすすめがこの窓際に設置したバスタブなんです、ね、いやちょっともう私無理やわ。ちょっと待って、高台に位置するため外からの目線を気にすることなく、お風呂に浸かりながら夜景を見たり朝日を眺めることができるんです。潮風が入ってきてここでシャンパン飲んだら最高やな。え、ないんですか？ご用意しました、ホテルオリジナルカクテル。乾杯。お楽しみくださいませ。いただきます。高知びっくりしましたね。こんな色が楽しめるんやったら全然関西から来た方がいいね。パスポートのいらない海外、ほんと高知いいぜよ、いいぜよ、出た、いいぜよ、日本をもう一回選択します、言うてに選択すんぜよ。怖い。私意外と弱いね、意外と弱いね。選択するぜよ。私も選択されたい。ぜひ高知で選択されてほしい、うん。